さんまあ、尻と行きたいところですけど <laughs> 尻と行きたいところですけど心にしましょうか、うんうん、人間っていうのはね、あのー、脳もあって心もあるんですよねここが厄介なんですよね、うん、人間がロボットだったら脳を鍛えれば脳を鍛えて終了なんですけど なんかソースコード入れれば終了じゃないですかプログラミングすればもう終わりですよね脳が CPU みたいな話なんででも心があるんでそのプログラミングソース入れてもね心がねダメだと動かないですよね <laughs> だから心が電気みたいな感じですかねパソコンで例えるならば脳みそが CPU で心は電気かなイメージとしてはうーん 電力ないと CPU 動かないみたいなねっていう部分もあって、うん、ただね心が弱ってても考え方でリカバリーできたりとかだからまあ電気ではないか、うん、両方必要なんですよね、うん、両方必要僕は島田紳介さんの,心で,の、ね、んで心で記憶しろっていうのがね好きなんですけど心で記憶しろっていう 普通脳で記憶するんだけど、心で記憶しろと。心で記憶したものは忘れねえみたいなね。うん、その話があのあの好きなんですよ、うん。1時間か2時間話してる、あの真面目に話してるあの、学校で話してるやつがあるんですよね、YouTube で。そう。そうじゃあ、心ってどう鍛えるのかっていうと、まあ僕は、あ,のあれですね。 まあ久保さんはあれかもしれない。く辛いと思わないから、そもそも、ちょっと鉄人の領域かもしれないですけど、うん、辛いと思うことをやっぱどれだけ爆発踏んできた、辛いと思うことをどれだけ乗り切ってきたかっていう爆発じゃないですかね、やっぱ。うん。要はその、辛い、辛いと思う基準値みたいな。まあ、筋トレで言うならば、 10回,10回のバーベルを上げるのがつらい、しんどい、きついって思う人もいれば、場数を踏んでそのトレーニングした結果、10回余裕だぜみたいになるじゃないですか。まあ、結局その筋肉、心の筋肉みたいな、そ,うそれが強いとそ、うん、別にその程度の失敗じゃんみたいな話になりますよね。でもその失敗の数が少ないと 一回失敗しただけで、ああ、俺ダメなんだみたいになるじゃないですか。でも何度も失敗してて、なおかつそれをある程度乗り越えてるってなった場合、多分あんまり微動だにしないと思うんですよね。あんまりね。うん。だ逆を言うと、なんだろうな、どんな失敗するのかなみたいな、失敗に対してワクワクするみたいなね、ちょっと病気になってくるっていうね。<laughs> うまくいかなかったらこのワクワクするっていうねじゃあどう乗り越えてやろうかなみたいな <laughs> う,ん、そうなんか多分ねあの筋トレマニアというかその筋肉をこう超作ってる人って多分辛いことが楽しいになってるんですよな,なんだろうなイメージとしてはわ筋肉が震えてるぜみたいな中山筋肉んじゃないですけどなんか筋肉が今ぼま震、あ、んか 壊れてる震えてるみたいなそれを喜びに感じるっていうそのマニアの世界に行くんですけど多分ね <laughs> わあ筋肉が今狂ってるみたいなよし来てるぞみたいなね <laughs> <laughs> もうなんかもう筋肉を痛めつけることがもうなんか快感になるみたいなねなんか面白いですよね <laughs> そうもうすぐお風呂ですね ただ、まあ、人間の心っていうのは、まあそう、ちょっとね、あの、ガラスみたいな部分もあるので、ビシャーって壊れる、バリ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 って壊れる場合もあるので、なんだろうな、洗練されてるとか、難しいんですよね。うん。だから、まあその、答えがないというか。うん。だから、まあ昔、その、ガス抜きみたいな言葉もありますけども、適度にその、 それもなんかあのしてあげないと耐えられないというかなんかバリバリバリっていっちゃう場合もあるんですよね。で僕の場合はやっぱそのうんやっぱあのドライブですよね。自分の好きな車でドライブをして息抜きをしてまあいろんな景色見たりとかまあ今オープンカーなんでね。あの その風を感じて太陽と自然を感じて充電してまあ充電心を充電してでまた使い,使い切るでまたちょっと心がねあの充電切れになったまた充電するみたいなことをやってますよねうんうん久保さんは何やってんのかな久保さんはまあまあまあ今は別にまあね自由にやってると思うんではあれですけどねうん ここの心の充電っていうのはね結構大事だと思いますけどねうんまああなたがロボットだったら別にいいんですけどねそうロボットじゃないんで人間っていうのはでもねここもね難しいところで結果が出てない時に心の充電してる余裕もないっつうのも一,一理あるんですよね <laughs> <laughs> これ難しいですよね結果は何も出してないのになんか休んでる暇ねえっていうのもあるので だだから何だろうな結果も出てないのに明日やろうかなとかね <laughs> 明日やろうはバカ野郎っていう話もありますけどだからねやっぱね結果をまあ、久保さんが言ってましたけど結果が出るまではなんかその考えないロボットのようにこうとりあえずグワーやるみたいなね、まあ、思考停止してもうなんかブワーやるみたいな考えずにもうばーってやるみたいなだそういうのも必要だと思いますしねうん。 お風呂沸きましたね。いや、まだ寒いっすね。朝。朝寒いっすよ、久保さん,、うん。今日はね、ちょっとね、セールスレター書かないといけないんで、もうちょっと、来週の月曜日販売なんですよ。ちょっとまだ書いてないんで、ちょっと重い,重い仕事なんですけど、ちょっと嫌だなぁと思いますけど、<laughs> やらないといけないんで、やりますけど。セールスレターとか、セールスビデオ、まあ今回どうしようかな、ビデオ。 セールスレターうん。セールスレターかなまあちょっとそのセ、最後のセールスのね、<laughs> やんないといけないんで。うん、頑張ります <laughs>。だ嫌だなと思うこともやっていくっていう、うん、ことも必要かなと思いますね、ビジネスは。なんかその、 まあこれはまあ仕事みんなねなんかネットビジネスやっぱ副業でやってるんで仕事としてやってないんですよねなんか僕をいつも思って,思ってるしまあ言うことがあるんですけどなんか普通仕事,って仕事で給料もらってみんな生きてるわけじゃないですかでまあ上司にねこの仕事やっとけって言われてねいやその仕事私できないんで他の仕事くださいとかねいや上司その仕事僕嫌いなんで 他の仕事もらえませんかとか言いますそれずっと言ってたらね、まあ一回二回は許されるかもしれないですよ。まあその上司次第ですけど。でもそれずっと言ってたらね、クビですよね、多分。<laughs> いや、そもそもこの会社の仕事嫌いなんで仕事したくはありません。やめろよって <laughs> やめろよって話じゃないですか <laughs>。だから仕事って好きとか嫌いとか、 そういうのじゃないじゃないですか。うんだけど、なんかネットだと、なんかそれ私できないからとか、それ得意じゃないからとか、できないからとか、そういうのじゃないんですとか、なんかそれ結構多いんですよね。なんでかなみたいな。いや、それ必要だったらやるしかないでしょうっていう <laughs>。<laughs> うん。頑張ったけど集客ができません。あ、そうさっきね。 あの久保さんあの、インスタの DM でねあ、この人頑張ってるなと思ったんですけど、そうインスタの DM でその、突然の DM 失礼します、はじめまして。 無色カラーと申します。私は YouTube で Vlog や綺麗な景色を撮影して動画を上げています。目標としては年内にチャンネル登録を2000人目指して頑張っています。もしよろしければ気になった動画を一度でも見ていただけると嬉しいです。また動画が良いなと思ったらコメント、チャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。ぜひよろしくお願いします。興味がないようでしたら無視していただいても構いません。突然の DM で申し訳ありませんでした。ということであの動画が送られてきたんですよ。 頑張ってんなと思って。で、見たら、チャンネル登録ね、この人、1今、1500人ぐらいいるんですよ。1500人。で、こう顔出ししてないな、これはね。V、あの、背景のやつなんで。うん。なんかこういう背景のやつですね。なんかそう、旅の、旅を綺麗に撮るみたいな感じですね。うん。で、BGM 入れて、 綺麗に撮る感じですよ、ね、すすね顔出してないですで1500人いてます。だからこれ多分ね、あのー、やってるんだと思いますね。まあ少なくても僕はちょっと、これ登録はしないですし、あれですけども、アクセスはしましたから。どんなチャンネルやってんだろうみたいな、頑張ってんなっつってね、1アクセスですよね。だからこの人頑張ってますよ、多分。一個一個多分 DM 送って、あの、やってんでしょうね。う すごいなと思いましたね。そう。まあみんなこれやんないですからね。だいたいそのまあ DM 来るつっ,ったらテンプレートのネットワークビジネスの勧誘とかねあれですからね。うん、そう。だこういうことができるんですよね。やろうと思ったね。<laughs> もこれさえやんないですよね。こういうの地道なね。そう。そう 心大事ですね、久保さんね。心。人間ですから。うん、から心のトレーニングはねする、した方がいいと思いますよ。まあ、の脳のトレーニングをするべきだし、心のトレーニングもするべきだし、まあ、全部しないといけないですけどね。だからややこしいんですけど。なんか、これ、なんだろうな、ね、結局全部必要なんですよね。全部必要。不要なものはないっていう。うん、だから失敗は必要みたいな話ですよね。もちろん、 失敗しない方がいいと思いますよねっていうセールストークはあるんだけども僕はっだこの前ねそう久保さんの家にもあやさん行ったことあると思うんですけどあやさんとその車で話してて失敗の話がちょっと出ていや失敗絶対必要でしょっていうあやさんが言ってたんでもうまあまあそうですよねっていう失 失敗一度もせずに成功した人がいないと僕は思ってるんですね。まああなたはどう思うかわかんないですけど、世の中の成功者を見て一度も失敗せずに成功したっていう人が果たしているのかっていう、多分いないんですよ、おそらく。おそらくいないですね。つまり失敗はイコールであるって話ですよね。だけどなんか失敗したくありませんとかね。なんか最短でとかね、最速でとか好きじゃないですか。失敗せず最速でみたいな。 で、セールストークの歌い文句も、だ失敗、まあ確かにそういう言葉はあるけど、できるだけ失敗したくないですよね、みたいなね <laughs>。じゃあこれ買いましょう、みたいなね。まあセールストークあるんだけど。うんだから失敗に対してどう考えるのか、どう捉えるのか、どう思っているのか。で、それを、そこに直面したときにどう心がこう耐えられるのか、もしくは乗り越えられるのかとかね、考え方だったり、心のメンタルというかね。 うーんすげえ大事だと思いますね。だから結構僕もやっぱ独立してから心はねだいぶ鍛えられましたね。うん。多分人、だからそれはねやっぱね僕の場合はすげえか心を鍛えられたなっていうところがやっぱね本当に逃げ場が全くないっていう、やっぱここの局地ですね。 誰も頼れない。お客さんは僕に相談してくるしで、僕は回答するんだけど、僕が頼れる人誰もいないんですよ。で、絶対売上げ,上げ上げないといけないし、まあ、借金もあったし、逃げ場がないの、全くもうやるしか、もう100%やるしかないっていうね、100%やるしかないと。全く逃げ場がないと。まあ、その状況で乗り切ってきたんで、結構強くなりましたね。 うん、本当にだから前の会社はやっぱね結局雇われてたんで雇ってる人というかその、まあ、会社組織っていう逃げ場があったのかなっていうまあもちろん社長のポジショニングで、まあ、自分でこうやらないといけないやらないといけないって抱え込んでこうやってた部分はもちろんあるんだけどもやっぱりどっかで心のどっかでやっぱりそのグループ会社、うん、組織みたいなのがあったんで。 うん、今の組織は僕一人なんで <laughs> 僕一人ですからね露骨にも、うん、誰も頼る人もいないし鹿児島に来ちゃったし周りにねだから知り合いなんか誰一人いないですからね鹿児島に知り合い誰もいないんですよその昔ビジネス一緒にやってた人なんか鹿児島いてないので,でそのガリガリ売り上げ作ってたりとかガリガリこうね、まあ、やってたのはもう全員東京にいてますから まあなんだお客さんはちょっと言いますけどねお、かあのお客さんなら。でも、お客さんなんで <laughs>、一緒になんかビジネスガリガリできるような,な、マーケティング知ってるとかね、そういうのを知ってる人はいないですよ、周りに。打ち合わせとかもないし、会議もないしね <laughs>。うんあ本当に一人だから、それがね、多分心が強くなれましたね、結構。あ,あと今、いろんなその事件もありましたしね。 まああの騙されるってこともあったし、うん、まあでもあれは痛かったですねでもあれはいい僕の経験でしたけどねうんまあうんなんだろうなこういうこともあるんだなみたいなまあ東京でお世話になっててね結構付き合いが長い人にお金貸して100万貸して帰ってこないっていうね あるんだなみたいな、うん、まあ逆を言うとそこから学べたのは、まあ、その程度の人間だったんだなっていう <laughs> 100万すら返そうとしないうーん本当にこの人が重要だと思ったら多分返連絡すると思うんですよね まあその程度の人間だったなっていう、まあ、その程度のお付き合いその程度の人間関係、うん、5年か5年ぐらいはお付き合いあったと思うんですけどねうんだからまあそういうなんかもうなんだろうなそういうのもありましたからねだからもうより自分ですよね、まあ、やっぱ人は分かんないんだなっていう だ1人本当にね、1, 1人は1人、このようにマジで1人だけ分かるとするならば、久保さんしか分かんないですねもう。まあ、久保さんの分かることは、もうほぼ確実に絶対帰ってくるってことですね。<laughs> 動画を送ったら絶対帰ってくるっていうのはうーん、その裏切り、裏切りとは別にどうでもいいんですけどね。別に帰ってこようか帰ってこないか、別にどっちでもいいんだけど、なんかそこの信頼はね、多分ね、久保さんですよね。う 対久保哲郎が返しててくるっていうこれ,これはありますけどねでも別にそこに依存してないし別に帰ってこなかったら帰ってこなかったで別にこれが僕は本業じゃないですから <laughs> この億万長者合宿のやり取りは本業じゃないですもぶっちゃけ終わってもいいわけですよだってセールス終わってんだからそうお金になんないですからねそう基本的に億万長者合宿に参加してもらうために始めたわけですからこれプロモーションでね一環としてもう終わってるんでセールス終わってますからね だから久保さんとはね、多分ね、あれなんですよ。心と心がリンクしてるところがあると思うんです,んですよね。まあ、あの名前もロー一緒だしね。明牢のローが一緒なんで。<laughs> このね、明牢の牢が一緒ってあんまないんですよね。ほんと、大体太郎のローなんで,で。で、漢字もよく間違えられますからね。あの、月で、もう月じゃないんですよ。大体いい。大体月じゃない。大体いいこっちになるんで。 久保さんもね相当間違えられてきたと思いますけど僕も間違えられてきてるんで一緒ですよね多分その経験は <laughs> いや一応月なんですけどみたいなねもうなんか途中で言うの面倒くさくてそっちでいいかなみたいなね <laughs> 月ってあれ一応ねもう見本側あるのになんかこっちで来る結構あるんですよねいや一応そうこう書いてあるみたいな <laughs>、うん、行いってらっしゃい